皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが8月20日に配信した火曜日恒例の予言の6回目をご紹介します。2024年8月20日の予言。リーガルレポートではシンガポールは50万人ほど減少しますが、それはさほど気にするお話ではありません。以前スクリーンショットした画像によれば中国は3000万人減少しますが、13億人の人口がいますのであまり多いとも言えません。インドは人口が増加しますが、ロシアは100万人ほど減少します。さほど多いとは思えません。アメリカは3億2600万人いますが、2025年にはたったの9900万人にまで減少しています。では残りの2億3000万人はどこへ消えてしまうのでしょうか。ブラジルは2300万人人口が減少します。韓国では1200万人ほど減少しますが、パキスタンは人口が増加します。インドも増加し、イランは100万人減少します。とても奇妙ですね。フランスでは2600万人減少します。カナダは900万人減少します。これらの人たちは一体どこへ消えてしまうのでしょうか。また矛盾したデータも載っていますが、トルコは800万人減少し、エジプトは少しですが人口が700万人増加します。ドイツはアメリカのように大幅に人口が減り、8000万人から2800万人にまで減少してしまいます。なんと狂ったお話でしょうか。これが一体何を表しているのか、もし何かわかるようでしたらコメント欄に書き込んでいただければと思います。今このレポートはもう見られないので、以前誰かが撮った映像しか残っていません。これらは X などの SNS で見ることができます。私も古いパソコンにその記録がありますが、壊れているので今はまだ見ることができません。これが表しているのは半分以上のアメリカ人が消えてしまうということです。4分の3のアメリカ人がいなくなってしまいます。このレポートによればアメリカもヨーロッパも2025年まで普通に成長しますが、多くの国で突然人口が減少しだすのです。しかしその一方で人口が増える国もあります。それがどうしてなのかよくわかりません。このレポートを何年か前に出した人たちは一体何を知っていたのでしょうか。このレポートは今は完全に消されています。この人口減少は疫病によるものなのか、それとも戦争によるものなのでしょうか。スピリットは人々のためにもまず自分でそのことを考えるよう語っています。それほど心配する必要はありませんが、2025年は終わりの年であり、一つの周期が終わる年なのです。それはまた前向きな面もあり、新地球へ移るためには古い制度は全て崩壊して終わらなければなりません。以前のライブ配信ではニュージーランドについて語っています。今は何かをしなければならない時なのですが、様々なことがニュージーランドについて言われています。私がそれらの断片的な情報を組み合わせてみると、例えばニュージーランドでは注射を拒否した人はベッドに固定されて接種を強制されるというニュースがあります。皆様このような暗黒世界を想像できますか？嫌がる人たちを無理やり固定して接種させるのです。このように人々にどのような毒かわからないものを無理やり押し込む国が存在します。ニュージーランドでは強制力を持って接種する法律が通ってしまいました。そのことを言及しているツイートもあり、とても不気味なお話ですが、ニュージーランドはそのような国になってしまっています。だからこそ指導者たちがこぞって地下壕を掘っているのでしょう。エドガー・ケイシーやその他の預言者がニュージーランドは最も安全な場所などと言っていますが、私はそうだとは思えません。ビル・ゲイツはアメリカの土地を買い漁っており、それはもう地図上でも確認できます。彼は海ではない場所を自分のものにしているのです。気象や洪水についてお話ししましょう。もうすでにいくつかの預言が的中しています。プエルトリコでのハリケーンの被害についてですが、バミューダの次にここが被害を受けました。
数百万戸が停電となり、未だに回復していない地域もあるでしょう。プエルトリコは2017年のハリケーンマリアの被害からもまだ復旧しておらず、まだ通常の状態に戻ったとはとても言えません。アメリカはウクライナに何十億ドルもの資金を送りましたが、まだプエルトリコのインフラは復旧していないのです。もしその資金を当てればとっくに回復できていたでしょう。すべてが復旧して人々が路頭に迷うこともなかったでしょう。そうであることにかけても構いません。本当に友人の方たちにもこのことが悔やまれてなりません。ニューヨークについてもスピリットは警告を発していましたが、ロングアイランドで洪水が起こりました。それではニューヨークシティはどうなるでしょうか。2週間ほど前にタイムズスクエアが暗闇になるビジョンについてお伝えしましたが、以前にも大嵐が到来することについて予言していました。また自由の女神が立つエリス島が黒雲に覆われるビジョンについてもお伝えしました。その風から何かが直撃する予感がしました。今年中に第一級のハリケーンが襲ってくるでしょう。ハリケーンエルネストがこれからやってきますが、まだ今後もっと多くの嵐が到来します。そして来年2025年は容赦ない災害に襲われるでしょう。このようにニューヨークシティに何かが直撃するでしょう。どうかニューヨークシティの皆様は真剣に準備してください。そこの高層ビルの窓ガラスが割れて物が落ちてくるのが見えます。8月予言でスピリットは水に大きく焦点が当たると語っていました。それは洪水や船の遭難など様々なことを指しているでしょう。そして多くの水難事故が週末を挟んで起こりました。アメリカの東海岸では人がワニに襲われ、また客船がシチリアで転覆して何人かの魂の契約が満期を迎えました。そしてさらに不気味なことにカリフォルニアの海岸に不吉なリュウグウノツカイが打ち上げられました。日本の民話ではリュウグウノツカイは深海に住み、それが表に出てきた時は大災害が起こる前兆だと言われています。大抵それは地震を指します。これはカリフォルニアが大地震に襲われる前兆なのでしょうか。そのニュースを見てみましょう。とても珍しい魚がカリフォルニアの海で見つかりました。それは1901年から数えて20例しかありません。これは何かしら悪いことの前兆でしょうか。リュウグウノツカイは日本の民話では不吉な魚ですが、8月16日にカリフォルニア南部のラホヤ鉱部の海岸で見つかりました。この魚がアメリカで見つかったのは125年で20例しかありません。深海魚でありとても珍しいお話です。日本の伝説では大災害が差し迫っていることの前兆だそうです。日本では17世紀の文献にそのように書かれています。日本においてこの魚はまた雷神として知られています。この魚は海中にある宮殿からの使いと言われており、地震が起こる前にそのことを知らせに来るそうです。実際に福島での原発事故のあった東日本大震災の前にもこの魚が目撃されましたが、特に科学的根拠があるわけではありません。このことについて何か思うところがあればコメントをいただければと思います。このリュウグウノツカイはもうすぐやってくる地震を予見しているのでしょうか。確か去年もこの魚のニュースを見たことがあります。それが日本だったのかそれともカリフォルニアだったのかよく覚えてはいません。そして何も起こらなかったのだと思います。それから数日前にロシアでも大きな地震がありました。ですがカリフォルニアの方が多くの災害が起こるでしょう。私の予言では来年くらいに大地震が来てもおかしくはありません。そんなことは子供の時から聞いていると老人は言うかもしれませんが、私がそのような予感を得たのはつい最近です。このことは今年の元旦予言でもお伝えしています。いかがでしょうか。調べてみましたがニュージーランドでの接種の義務化は行われていないようです。もう少しよく調べてみないとわかりませんが間違った情報かもしれません。
こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。